え突然ですが私が日々の生活の中で一番幸せな時はベッドに入るときです、えー、あのお布団の感触は幸せそのものだと思います、えー、それでですね突然なんですけども、まあ、このグラフを見てみてくださいこのグラフは、えー、何だと思いますかね、まあ、なかなか普段数学とかで見るグラフとは違うんですけども、まあ、こう四角い形とあとこう波打った線と、まあ、交差しているようなグラフなんですけども まあこの説明は後ほどに置いておきまして、まあ、皆さんは朝が得意でしょうかっていう話なんですけども、まあ、ちなみにこう私は苦手なんですね、で今、寒いじゃないですか、まあ、お布団から出るのはとても苦痛ですよね、できれば出たくない、まあ、それであのこの朝が弱いっていうものは、ですね何が原因だと思いますかね。 まあ、よくこう <laughs> 寝不足だとか、よく言われますけども、まあ、ただ単に寝不足というわけではなくて、この、まあ、朝が弱いっていうのは、現況は他にあるわけですね、でその、まあ、よくこの、まあ、寝不足、朝が弱いっていう原因、これは、まあ、一概には言えないんですが、まあ、体内時計というのがキーポイントになってきます。 で私たちの,この人っていうものはこの体内時計に基づいて日々生活していますね。で睡眠もまた実はこの体内時計に含まれております。で、えー、朝が弱いっていうのも実はこの体内時計というのがずれてきてしまっているからだんだんこう苦手弱い起きれないまあそういったことが起こってしまうわけですね。でなぜその体内時計がずれていってしまうのかこれはですねまああの 睡眠っていうものに関わって、この本質に関わってくるんですけども、まあ、睡眠っていうのは実はリズムにのっ,とって、あの、みんなとっているわけですね。で、その、まあ、リズムはどういったものかっていうことで、まあ、最初に出したこのグラフが出てくるわけなんですけれども、まあ、このグラフを説明しますと、まあ、この四角いもの、こちらは人間の睡眠の深さを表してます。一番下がノンレム睡眠。一番上の 緑色の部分がレム睡眠。ノンレムというのは熟睡の状態ですね。レム睡眠というのは逆に覚醒に近い状態のことを指していますで。あとこの下の波線は赤い線が成長ホルモン、ピンク色の線が体温なんですけども、よくよく見るとこの成長ホルモン、体温は睡眠のこの質とよくこう連動してます。 ノンレム睡眠、深い睡眠の時は、成長ホルモンなどもあの上がって、体温の方も上がっていくんですけども、レム睡眠になっていくと、逆に今度下がっていきます。で、これはあの人にもよりますけども、大体皆さん同じです。周期も大体同じです。このノンレムとレム睡眠、こちらの一つ一つでワンサイクルっていうんですけども、こちらは90分単位でこう繰り返されていきます。 あのー、この90分、このリズムですね、この90分というものにこうずれていきますと、まああの、リズムがずれていく、体内時計がずれていくということで、まあ、よく起きれない、朝早く起きれない、起きても眠くて、日中の活動に影響があると、まあ、そういった現象になってしまうんですね。で、逆に、あのーまあ、よくこう睡眠が長く取れない場合は、その90分サイクルに合わせて、まあ、仮眠や、 また、あの、まあ、睡眠をとっていただければ、まあ、実は、そんなにあの、まあ、続けるとだメですけども、まあ、比較的朝はスッキリと起きることができて、まああの、頭の回転も早くできるということで、まああの、朝が弱いというと結構日本人に多いんですけれども、まあ、この90分のリズムで睡眠なのサイ,サイクルをですね、あの、見直していただければと思いますね。以上です